源田先生、もういいんですか？ああ、さっき復帰したとこだよ。あ、沙織さん、これ。八神。あ、すいません。俺今ちょっと沙織さんに用が。ああ、こっちが先だ。話がある。え？そこ、座れ。星野君から全部聞いた。下手な言い訳するなよ、八神。全部って？新谷の件だ。よせっつったのにお前どっぷり首突っ込んでんだろう。星野君まで巻き込みやがって。前にも言ったがよ、新谷はあれでも俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。そのあいつが死んで体中まるで力が入らん。昨日まで何食っても喉を取りやしなかった。この上お前や星野君までやられたらどうなる。そうやって寝込んでるうちにこうも思ったんだよ。こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けられるのかなってさ。でもな、俺が間違ってた。え？弟子を殺されたのに泣き寝入りして何もなかったような顔でいられねえよ。いられるわけがねえ。この町では戦う意志のねえやつが生き残っていくことはできねえ。カムロ町で生きていく奴らはみんながみんな上見て這い上がろうとしている連中だ。だから他の奴に食い物にされたくなきゃ、強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れてこの事務所も畳むしかねえ。違うか八神、お前は本気だよな。本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。はい。よし、なら星野君のことも遠慮なく使ってやってくれ。うちも新谷の仇討つまで再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。もちろん俺にもできることがあれば何でもやる。遠慮しないで何でも言えよ。ありがとうございます源田先生。ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ俺もおめおめ生き恥さらすつもりはねえ。もちろん気をつけます。で、手始めにというわけじゃないんですが、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。沙織くん？ん？美味しかったでしょう。で、折り入って相談があるんだけど。無理です。そこをなんとか。ほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ、一日キャバ嬢なんて面白そうじゃねえか。ただその店の店長、なんで沙織君を気に入ったんだろうな。大丈夫だって。別にナンバーワンになれって言ってるわけじゃないんだし。嫌です。格好さえなんとかすればキャバ嬢に見えるって。年だってごまけるの。嫌です。参ったな。やっぱり沙織さんにキャバ嬢やらせるってのは無理か。さっきのお菓子気に入ったろ。また買ってくるから。嫌です。こらちょっと無理なんじゃねえか。まあ実は俺もあの店長のヨタ話を真に受けんのはどうかなって。僕はヨタ話だなんて思いません。一体沙織さんを何だと思ってんですか。いやでも沙織さん嫌がっちゃってるし。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。
ナンバーワンじゃなくてもいいだの、年がごまけるだの。皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。沙織さんなら絶対カムロ町のナンバーワンにだってなれますですよね、沙織さん。そこまで言われちゃしょうがないですね。え？私やります、カムロ町のナンバーワン。そうこなくちゃ。じゃあ八神さんはまずドレスを選んであげてください。ヘアメイクもしなきゃ、少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん。でも俺が選ぶの。大丈夫、ここはカムロ町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。ハシキが死ぬ前にショウノとどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう。分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。それじゃ参りましょう。やっぱりそう来なくっちゃ。ま、よかったじゃねえか。でもうまくいかなかったら後が怖いな。大丈夫、大丈夫以外考えられない。八神さん、沙織さんのドレスですけど、昭和通りにルマルシェって店がありますよ。カムロ町のキャバ嬢御用達です。星野くん、なんでそういうのに詳しいんだ。うちのクライアントにはキャバ嬢も多いですから。それよりドレスが決まったら沙織さんの写メを送ってください。その感じを見てメイクする美容室を検討します。本当は俺より君が付き添った方が良さそうだな。八神さん、お願いします。分かった、よし行くか。まずはドレスからだ。いらっしゃいませ、ようこそルマルシェ。彼女のドレスを選びに来たんだ。クイーンルージュって店に出るんだけど、おすすめあるかな。もちろんございます。それではドレスをお選びください。沙織さんは丈が短いのは似合わなそうです。な感じの色にします。ここでドレスだけでなくアクセサリーも選べるようです。ネックレス、イヤリング、腕時計にブレスレット、香水まで。こんなところでしょうか。どう沙織さん、着替え終わった？待ってください、着慣れないもので。なんかデート中のカップルみたいだな。真冬に怒られますね。沙織さん、あいつとは幼馴染だったんだろう？ええ、中学校の時に。それからしばらくブランクがあって大学の法学部で再会したんです。そうだったな。真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、私の方は人見知り、中学のクラスでもいじめられてたんです。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。彼女はその頃からもう検事を目指してて、私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。もしかして沙織さんはそれで法律を？ええ、だから最初は私も検事を目指してたんです。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。なんか今日はよく喋りますね、私。人に歴史ありだ。そういえば真冬にも小さい頃憧れの存在がいたそうです。ん？あの子が子供の頃お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど。ああ、聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばって、しばらくは
意識不明で危なかったとか。ええ、その後ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ上げて状況を理解してくれた。すげえ。物を言えない被害者に代わって正義を貫いてくれたんです。それがあの子にとっての初恋だったのかも。初恋？検察官に？その人は今真冬の上司で森田検事生です。え？森田検事生か。案外親父趣味だったんだな。矢上さん、私が真冬を紹介した日覚えてます？3人でテンダーで飲みましたよね。あの日森田検事生は別の女性と結婚を。それで私、真冬にもっといい男の人を紹介したくて、だから矢上さんを呼んだんです。そういや最初はちょっと暗かったよな、真冬。ショックでした。沙織さんの方が好きだもん。全然平気も。沙織さんに怒られそうです。ああ、今夜は眠れそうにないよ。なら話した甲斐がありましたね。冗談だよ。でも真冬は憧れと恋は別だって矢上さんと会って思ったそうですよ。ちょっと悪ぶっているところが可愛いとか。悪ぶってる？すみません、着替え終わりました。ん？へえ、いいんじゃない？本当ですか？あ、そうだ、ちょっと写真撮らせて。え？勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ、ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。と、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか、矢上さん。沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。かー、いいな。やっぱり僕も一緒に行くんだったかな。で、美容室はどこにすればいい？そうですね、同じ昭和通りに美容室チェリーってお店があります。ちょうどそこから近いし腕も確かですから。わかった、ありがとな。